デイジーアンプバイオレット・ヒルトン姉妹。デイジーバイオレット・ヒルトン姉妹。デイジーバイオレット・ヒルトン。1908年2月5日から1969年1月4日は、イングランド生まれで、アメリカ合衆国を中心に活躍した、結合ソーセージ、シャムソーセージ女優、ボードビリアン。1930年代に、全米各地のサイドショー、ボードビルに出演した。 1908年2月5日、ヒルトン姉妹は、イングランドのイーストサセックス州ブライトンで生まれた。母親は、ケイト・スキナーという独身のバーテンダーである。姉妹は、生まれながらにして、腰から尻にかけての部分が結合していた。血液循環は共有し、骨盤は融合していたが、主要な臓器は、別々に有していた。出産を手伝った、スキナーの雇い主、 メアリー・ヒルトンは彼女らの商業的な可能性を明確に予測して彼女らを事実上買い取り、被護の元に置いた。姉妹は最初、ブライトンのパブ、クイーンズヘッドにいたが、後にパブ、イブニングスターに移る。姉妹の自助伝によると、メアリー・ヒルトン及びその夫ヘンリーと娘エリスは肉体的な虐待で二人を厳しい管理下に置き、二人はメアリーをルーオバさん、 メアリーの夫を敬語的呼び方で、サーと呼ばなければならなかったという。彼らは姉妹に歌とダンスの訓練を積ませた。主治医のジェームズ・アウグストス・ルース博士により、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル氏に対して、姉妹の出生に関する医学報告が提出された。メディコチャージカル協会は分離手術を検討したが、手術をすれば少なくとも、 どちらかが確実に死亡することになるだろうと思われたため、満場一致で手術に反対する決定をしたと博士は報告ている。また、ヒルトン姉妹は生後数週間を超えて生存した英国発の結合ソーセージだったということにも博士は言及している。ヒルトン姉妹は3歳の時、ザ・ユナイテッド・ツインズとしてイングランドで最初のツアーを行った。 メアリー・ヒルトンは彼女らを連れて、ドイツ、オーストラリア、さらには、米国のあちこちで巡業した。姉妹のサイドショーでは、創造性に富んだ歴史が必ず語られた。彼女らの支配者は、彼女らが稼いだ金をすべてピンハネしていた。1926年、タップダンスができるヒルトン姉妹を起用して、ボブホープがダンスメディアンズと呼ばれる出し物を作っている。 メアリーは亡くなる時遺言により双子を娘エディスとエディスの夫マイヤー・マイヤーズに相続させた。エディスとマイヤーは1920年内双子の収入による財産の一部でアメリカあたりテキサス州サンアントニオにフランク・ロイド・ライト様式の大邸宅を建築させて住居とし双子姉妹はアメリカ中で巡業させた。姉妹はボードビル界で クラリネットやサクソフォンを演奏し、歌やダンスを披露した。この時期に姉妹はボブホープやハリー・フーディーニと信仰を持つ。フーディーニは姉妹が感情の上でだけでも異なった個性を持てるよう協力した。姉妹はマイヤー夫妻の家庭外に信仰を求め、後にエージェントとなるウィリアム・オリバーと交友を持つ。 オリバーの妻は、夫が姉妹と過ごす時間が多いと離婚訴訟を起こして、スキャンダルとなる。このスキャンダルに対処するために、マイヤー夫妻が、姉妹に付けた、サイ・アントニオの弁護士、マーティン・アールドは、法的成人年齢である21歳に達していた、姉妹になぜ、マイヤー夫妻のところに縛られているのかと尋ね、姉妹は自分たちの置かれている状況に気づかされて、ショックを受ける。弁護士アーノルドは、 姉妹がマイヤー夫妻から独立するための助けとなる。1931年1月、8万ベイドル近い大賞金でマイヤー夫妻が彼らの大邸宅を維持できるよう時短に持ち込み、姉妹はマイヤー夫妻の束縛から自由の身となった。二人はサイドショーから去り、ヒルトン姉妹のレビューとしてボードビル会入りする。別々に会話を受けることができるようにデイジーは髪を。 ブロンドに染め、二人は違う服装をするようになった。彼女らは恵まれなかった過去の埋め合わせをするかのように数多くの常時を重ねたが、結婚許可証を得ることができず、二人とも短期間の結婚生活に失敗している。1932年に姉妹はトッドブラウニング監督の映画フリークスに本人役で出演し、1951年には、 自分たちの反省をもとにした際物映画、チェーン・フォー・ライフに主演した。ヒルトン姉妹が最後に公衆の場に姿を見せたのは、ノースカロライナ州シャーロットのドライブインシアターにおいてであった。そこでツアーマネージャーが彼女らを捨て去ったのである。移動の手段も収入を得る手段もないので、彼女らは近くの食品雑貨店で働くことを強いられた。 1969年1月4日、二人が出勤しなくなったので雇い主が警察に通報し、自宅で二人とも香港風邪で死亡しているのが発見された。法医学の鑑定により、先にデイジーが亡くなり、2から4日後にバイオレットが後を追ったものと見られている。1997年、姉妹の生涯をもとにしたブロードウェイミュージカルサイドショー。 脚本はビル・ラッセル。音楽はヘンリー・クリーガーが担当がトニー賞で4部門のノミネートを受けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。